中間管理録利根川、星2、賭博目視録開示の前半のラスボスであり超絶心理キャラである利根川の中間管理職ってクッソ辛労しかない面倒くさい役職だよというシナリオ。この漫画では原作のラスボス感はクッソ薄れて、組織に合わないタイプの黒服たちの行動を組織に最適化するために、なだめすかしたりするというとても苦労人なコメディタッチの要素が書かれている。さらには上司の労働会長は一代で帝国を築いたワンマンカリスマ経営者なので、これもアジア組織構造にフィットしないためになんとかアジア組織の構造に合わせるために上には忖度して、下にはガス抜きをしてといったクッソ激烈に気苦労が絶えないシナリオが哀愁漂うし面白い。中間管理職のおじさんの気苦労の部分がコメディタッチで書かれているベネナマンが、